はい、皆さんこんにちは、アキチャンネルのアキです。今日はですね、僕の愛車インプレッサー WRX-STI 型式でいう GDB の関係の動画とだけ言っておきます関係はありますね、はい。で、まあ、いきなりなんですけど、僕はツイッターやってるんですよ。で、ツイッターに関することなんですけど、2021年の、12月31日、大晦日ですね、の、昼過ぎくらいかな。昼過ぎくらいに、僕のツイッターのとあるフォロワーさんがつぶやいてたんですよ。これ、3000円で、その商品何かというと、社外品の GDB に、つける、スプリッターウィングってやつですね。俗に言う本棚とかいう、まあ、本立てというか、まあ、人によっていろいろさまざまな言い方あるんですけど、ラリーで使われるようなウィングですね。の、まあ、レプリカ品、まあ、FRP 製の、商品が、3443円だったかなで、送料、海外から発送なのに、送料1500円と。俗に言う、5000円で足りるっていう状態ですね。まあ、普通の純正ウィングでもそれぐらいで転がってないと思うんですよね。そのスプリッターウィングの定価が、まあ、結構まちまちだと思うんですけど、大概10万ぐらいから高いもので多分30万ぐらいするのかな、多分。まあ、オールカーボンでできたものだったら多分3、40万円ぐらいするタイプあると思うんですよ。で、それが5000円で買えると。もう詐欺の匂いプンプンするじゃないですか。で、そのフォロワーさんがつぶやいてて、すごく僕気になったんですよ。で、僕もともと、そのヤフーオークションとかやってるんですけど、あからさまにその評価ゼロとか、まあなんか詐欺っぽいなーっていうのは、やっぱ普通買わないじゃないですか。でも、まあ軽いノリだったんですよ。まあ、軽いノリ。本当に軽いノリ。その住所とかを引き出されるかもしれないとか、ペイペイとかその預金口座を抜き取られるんじゃないかとか、もうそういうことはもうとりあえず一切考えなくて、人生初の冒険にしてみようと思って、僕買いますって言って買ったんですよ。はい。で、もうあからさまに詐欺っぽいなと思って、まあでも、まあ、とりあえずわかんないじゃないですか。今の時代何が起こるかわからんけどですね。5000円はもうドブに捨てたと思って。もういい勉強代だなと思って独立してて待ってたんですよ。そしたら相手からどれぐらいかな、1月の10日ぐらいかな、1月の10日前後ぐらいに発送しましたよっていう連絡が来たんですよ。おーって思うじゃないですか。ちなみにその相手の評価、マイナスがあるのであればマイナス4です。はい。マイナス4です。はい。で、まあ評価内容は届かないじゃないかとか、商品違うものが来たぞとか、もうそういう形だったんですよね。へえ、一応送ってるんだなーって思って、で、楽しみに待っててくださいみたいな感じのメールが来たんで、あ、わかりました。追跡番号じゃあ教えてくださいって言って、全然教えてくれるわけないですよね。ガン無視です。はい。で、今日、撮影日ですね。2月の1日です。はい。2月の1日です。で、今ポスト開けたんですよ。で、定期以外1500円で届くって書いてたんですけど、ポストに入るわけないんですよね。だいたい横幅が1メーター28センチぐらいあるのかな。で、高さが3、40センチぐらいあって、奥行きも3、40センチぐらいあるんですよね。あのウィングって。なので、もうポストなんか絶対投函できるわけないんですけど、ポストにこれ入ってたんですよ。じゃん。ごめんなさい。自分の名前ちょっともう消してるんですけど、送り元がですね、中国です。はい。で、僕、海外の、その、買い物、これ以外してないんですよ。っていうことは、これじゃないですか。これ、スプリッターウィングでしょうと思って。はい。で、消してるんですけど、まあ、重量、全然違うんですよね。はい。で、金額ももう、これ、ドル表記なんですけど、4.67 ドル。僕が買ったの4900何ぼかな。うん。全然違うっすよね。で、ここに書いてるんですよ。ブロックって。ブロックってなんだと思うじゃないですか。僕、ブロックなんか注文してねえぞって思うんですけど。まあ、とりあえず今からちょっと開けていきたいなと思います。これ、スプリッターウィングのミニチュアだったら僕爆笑しますよ。いやー、こ
これどうなんかな。いくよ。レゴ。これレゴかな。あれ。こんな感じ。1,2,3,4,5,6,7 個っすね。これどう遊べる。ああ、これスプリッターウィングのミニチュアでもなさそうっすよね。まあちょっと商品説明とかですね、ここら辺に添付しよっかなと思うんですけど、まあ、光の加減だったり、撮影の環境だったりで、その、商品の色が違うこともあります、みたいな形で書いてたんですよ。商品の色というか、もう形違うっすよね。これ、楽しいかな、これ。これ、どうしようかな。いや、届いたけどな。まあ確かに発送してくれた。すごい労力使って発送してくれたはいいんですけど、残念ながらスプリッターウィングではなかったですね。僕ツイッターで、そのフォロワーさんたちによく聞かれるんですよ。そのウィングどうなりましたみたいな。マックスで、30日から40日ぐらいかかりますっていう風に、その、出品者さん言ってたんで、まあ、バレンタインデーまでには届くんじゃないんですかとか言ってたんですけど、まあ本当にまあ、バレンタインデー前には届きましたね、こういう風に、はい。これスプリッターウィングなんでしょうね、やっぱ。これ、ブロックのことって、なんか別の言い方あるんかな。いや、もう僕商品説明とかいろいろずっと見てたけど、ブロックとは一つも書いてないんですよね。まあ言うたら FRP とは書いてたけど、これプラスチックですよね。FRP でもないんよな。困りましたね。まあ、っていうことで。まあ、何ですかね。僕が言いたいのはというか、まあ僕はちょっと、もうですね、悪ふざけというか、まあ届かんだろうなって思って割り切って購入はしてたんでいいんですけど、まあ逆に届いたことがびっくりしたというか、まあ別の商品ですけどね。なんですけど、そうですね、ヤフーオークションとか、まあインターネットで、その通販とか、まあそういうものをする方に、まあこれ言わなくてもわかるでしょうけど、その新規アカウントで、なおかつ、まあ評価とか、フィードバックというか、が、微妙な人からは購入しない方がいいかなと、やっぱり思いますね。やっぱ改めて思いますね。いや、これでちょっと遊べるんだったらですね、僕も、おーと思うけど、一緒のもの7つやったらどうしようもないんですよね。でも7つなんだろう。そこ深追いするとこじゃないけど。まあ、ちなみに、今回 GDB に関係、まあ確かにしてたんですけど、スプリッターウィングなんで。まあこれスプリッターウィングっていうかは、まあ、あなた次第ってやつですね。なんですけど、次の動画ですね。一応予告で。次は、磨き&塗装の動画です。前編後編で多分分かれると思うので、もしですね、よろしければ見てください。この動画、まあちょっとうふふって笑ってくれた方、高評価よろしくお願いします。で、僕のチャンネル、もともとその GDB インプレッサーですね、車の DIY だったり、カスタムだったりとか、レストアとか、まあそういったものだったりとか、趣味のトミカの、全くレビューにはなってないけど、レビュー動画、はい、を上げていますんで、もしよろしければ見逃さずに、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今日はこれまでですね。秋でした。お気をつけてくださいね。こういうのあるんで。はい。では、バイバーイ。